はい、えー、皆さんこんにちは教育学部保健体育教室で健康体力トレーニング論を教えているタンと言います皆さんは今遠隔授業が行われなかなか外に出る機会も減っているのではないかという具合に思います外に出る機会が減るとどうしても体を動かす機会も減ってしまいますそのような体を動かす機会が減ると体力の低下など身体的な健康にも悪影響が出ると言われています それとともになんとなく最近ストレスを感じるようになったとかやる気が起きなくなったというように活動量が減るとですね心の健康にも悪影響が出ると言われています外出が自粛されている中たまには外に出て体を動かすということが必要だと思いますその中で最も簡単にできるものは早歩きやジョギングではないでしょうか是非人混みを避けて取り組んでみてはいかがでしょうか早歩きやジョギングは心臓や肺の機能を高め 主に体を動かし続ける持久力を高めるという効果が体にはあると言われています。合わせてストレスの解消や少し活力を高めたりといった心の健康にもプラスの効果があるという具合に言われています。はい、えー、今、えー、早歩きやジョギングが進められるという話をしましたけれども、えー、ジョギングはちょっと苦手という人もいるのではないでしょうか。そこで今日皆さん方にお勧めするのは 快適自己ペース走というものです快適自己ペース走というのは走りながらあるいは早歩きでもいいんですけども体や心と相談しながら自分が最も快適と感じるペースを見つけてそのペースで早歩きをしたりジョギングをしたりというものです。今おすすめした快適自己ペース走というのは ポジティブな感情を最も高める効果が期待できる走り方ということが、九州大学名誉教授の橋本先生の方から示されています。この図は、運動強度と快感情の特典との関係を示したものです。横軸に運動の強さ、縦軸に快感情の特典が示されています。横軸のちょうど真ん中のところ、CSEP と書いてあるところが、 快適自己ペースに相当する運動の強さを表していますそれよりも左側はその快適自己ペースの強さよりも弱い運動右側は強い運動ということになりますが図を見てもらったら分かるように快感情の特典は真ん中の CSEP という快適自己ペースに相当する強度で最も高くなっていることがわかると思いますすなわちこの快適自己ペース層は最も快感情を高めることができるペースでの運動ということになります 今説明をした快感情が最も高まる快適事故ペースの探し方について簡単にご紹介したいと思います快適を感じるペースで一定の距離できれば電信柱でも道路のコーナーでもいいので目印になるものを決めてその一定の距離を走行し走行時間を測定します快適と感じるペースを模索しながらいろいろペースを変えて走行しその走行時間を測定します4回 5回と走っているうちに走行時間が一定になってくると思いますのでその一定となったペースが各人の自己快適ペースということになります是非このような形で快適自己ペースを見つけていただし最初の方でもお話をしたように走りながら心と体に相談をし不快を感じないペースを見つけていってもらえればいいかなと思います。 えっと、従って途中で運動のペースが変わったりとかそういうことでも一向に構わないと思います併せて自己快適ペースを決める時のポイントについてお話をします具体的には不快をを感じないペースを見つけてもらくそのペースはその日の体調によっても変わってくると思いますので、えー、その日の体調によってもペースを変えてみてくださいあるいは運動の中でも、えー、ペースを変えても全く問題がありませんできれば 少し長めに走った方が効果があると思いますけども無理のない範囲で人混みを避けて走っていただければと思います注意点としては現在新型コロナウイルスス対策としててはマスクの着用が求められています。運動中のマスクの着用についてはその是非がまだ問われていますけども人混みの中でどうしても走らなければいけないという時にはやはりマスクの着用を検討してください。 おそらくマスクを着用すると息苦しかったり少し熱がこもってしまったりすると思いますでそのような状態も不快と感じると思いますので不快と感じない程度にペースを落とす場合によっては走っている方は早歩きに変えるえそういった注意点が必要かなと思っていますえまた可能であれば 人の少ない時間帯や場所、例えばこの近くの串野川の河川敷、あるいは少し遠いですけども維新公園の走るコースを利用する、そういったことも考えてみてもらったらと思いますえ。合わせてそれ以外の場所でも隣の人と少し距離を置いて2メートル、あるいは前後の場合には理想的には5メートルから10メートルは距離を置いて、この快適自己ペーストに取り組んでいただければと思います。 この快適自己ペース層は何度も繰り返しお話をしているように心と体に相談しながら早歩きをしたりジョギングをしたりというものですぜひ自分が不快と感じない快適に感じるペースを見つけ快感情を高め少しでも楽しい気分になってもらえるとありがたいと思いますそして遠隔事故から対面起場に変わって 大学で普通に授業が受けられるようになった場合には皆さん方が少しでもその感情を保ちて楽しい大学生活を送ってもらえることを期待をしています。